お疲れ様です。それでは42週目の見通しについて材料の検知からお話ししていこうと思います。いつものように経済指標カレンダーを見ながら解説します。えっと、42週目は10月の14日祝日から18日の金曜日までの5日間。まあ、味4日間になるわけですけども、えー、難易度っていうふうに私申し上げますよね。難易度の高い週、難易度の低く、 見積もられているシュート。まあ難易度っていうのは当然あるわけですけども、難易度の一つの指標として、1時間軸だけでは判定がつきにくい。例えば41周みたいに15分足を見ながら1時間を見てみたいなことをしていくところで、一つ難易度の高さが伺えます。これ同時に高い難易度を攻略する方法でもあるんですよね。で、もう一つはね、難易度っていうのは、数時間に1回、 まあ3、4時間に1回見に来れば対応できるような流れの変化の日ですね。そういう日ってのは難易度が低いと言えます。ところが、ほとんど張り付き状態っていうかね、1時間に1回ぐらいは見に来ないといけないような慌ただしさのある週ってのは、やっぱり難易度が高いと言えます。まあ忙しくなりますからね。やっぱり15分足を見ながらトレードしないといけない時ってのは、そこそこ張り付くようになりますよ、やっぱり。まあこういった形で、 難易度が高いとかね。難易度が高くないよと。どのぐらいの難易度だよっていうのは全て具体的に、ここがこうなってるから難易度が高いと言えるんだよっていうふうに解説することができます。え例えば、今回始まる42週目ですけども、14日が祝日でしょ祝日。だからそういうのも難易度がちょっと高くなる要因です。通常の月曜日じゃないわけですからね。はい。じゃあそういったこともはらめてお話していきましょう。まずは、 10月14日なんですけども、日本もアメリカも休場です。<laughs> 珍しいですね。14日やらなくていいですよ。<laughs> はい、休んでください。うんドル円市場で、両方ともドルと円をつかさどっている市場が休みですからね。まあこれは、ちょっとこう、片手落ち以上に難しい相場になると思います。まあその代わり、いろんな調整が済むと思いますので、火曜日から攻めやすくなるんじゃないですか。そしてその火曜日ですけども、材料が、 ほとんどありませんね。夜もアメリカから材料は大したことが出てません。で、水曜日。この日も穏やかです。はい、特に大きな材料ありませんので、月はともかくですけども、月か水、そして木曜日まで同じマーケットを引き継ぐと思ってください。そして木曜日の夜には大きな材料出ますね。これは結構、先月もそうですけども、その後の相場に影響を及ぼしました。 でですんで木曜日までは1つの塊だと思って考えていただいてそして金曜日ですね金曜日は朝も日本のこれ材料が入ってますんで金曜日はちょっとトレードにならないかもしれないなと考えてくださいそう考えていくとね月曜日と金曜日が使えませんから火水木たった3日間しか42週目はトライできないっていうことになります もちろん、月曜日、金曜日、やって悪いことはないんですよ。ただ、私はもう割り切って、最初から、月と金はないものだと思って、過ごした方がいいと思いますね。その分、15、16、17のこの3日間、材料がほとんどありませんから、攻略しやすいんではないかなっていうところですね。まあ逆に、攻略しやすすぎて、動きが、上下の動きがほとんどなくて、手も足も出ないってことにもなりかねませんけどね。はい、えー、それでは、 そのように考えていきましょう。ゲスト金は、まあ、おむね休みのつもりで、カースイモクで勝負をかけてください。